マーク2手榴弾はアメリカで開発された手榴弾である。フランス製、海一手榴弾を参考に開発したマーク I 手榴弾を原型に改良を加えたもので、第二次世界大戦以降はアメリカ軍を中心に広く使用された。1950年代より後継の M26 手榴弾に更新されている。第一次世界大戦中に使用されていた。 マークアイ手榴弾の改良型にあたり、その形状からパイナップルの愛称で呼ばれる。アメリカ軍では第一次大戦の直後に採用され、第二次世界大戦を通じて使用された。1950年代に M26 手榴弾が開発されると、正式手榴弾の座を譲り、段階的に更新されていったが、その後もベトナム戦争のあたりまで使用されていた。 また、西側諸国の軍隊でもしばしば採用され、日本の陸上自衛隊では M26 手榴弾を採用するまで m k に破片手榴弾の名称で採用していた。中造製の本体表面に四角形の突起とその間の刻み目が見られる。これはいかなる状況でも確実な投敵ができるように施されたものである。なお、 この刻み目が爆裂時の破片の大きさを調整する効果も期待されており、マーク I では破片が細かくなりすぎたため、マーク II では刻み目が一列減らされた。しかし、後の研究で刻み目の通りには割れず、玉体の外側ではなく内側に刻まなければ効果はないということが判明している。指定火薬は TNT を使用していたが供給不足により、 ニトロスターチが多く使われるようになった。爆発有効範囲は5から10ヤードほどだが、記録によると50ヤード先にいた人を殺傷する、力を有するとされる。投擲距離は30から40ヤードほどとされる。マーク2手榴弾の登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。洋島からの手紙アメリカ海兵隊が使用する。ゴジラ VS デストロイヤ警視庁特殊部隊。 サンプがデストロイヤー用体との戦闘で使用。地獄のデビルトラック暴走した無人の M274 トラックの隙をついて M274 上に置き、破壊する。大都会、西部警察作中に頻繁に登場し、犯人たちが使用するが投げようとした直前に撃たれてしまい、その場に落としたため自爆してしまうというシーンがよくある。戦国自衛隊戦国時代にタイムスリップした。 自衛隊の装備の一つとして登場。水中に潜む急兵に対して使用するほか、飛行する S-61 から地上の武田騎馬隊へ向けてばらまかれる。戦線布告防国特殊部隊に対して出動した陸上自衛隊が使用しようとするが、警察ピリエの原則により、相手を上回る威力を持つ武器に当たる可能性があるとして、使用許可がなかなか降りなかった。しかし、 連隊長が責任を取る形で使用が許可され、敵兵士数人を倒す戦果を上げることになる。フューリー終盤の武装親衛隊大隊との戦闘で、主人公らが乗る M4A3E8 シャーマン、通称フューリーの乗員たちが使用する。離隊を破壊され、移動できなくなったフューリーに接近してくる武装親衛隊に対する近接防御用に使用されるが、乗員の一人。 ゴルドがピンを抜いて投げようとしたところに近距離から銃撃を受けて車内に手榴弾が転がり込んでしまい外に投げ出す間もなかったためゴルドが覆いかぶさって仲間をかばうシーンがあるプライベートライアン終盤の橋を巡る戦闘でアメリカ軍兵士らがドイツ軍のティーガーアイに取り付いてハッチをこじ開け内部に投げ落とすポリスストーリーさん対象軍の施設キャンプ内での 銃撃戦の最中に武器庫に追い詰められた主人公の全核刑事と中国人民武装警察部隊のヤン警部が武器庫にあった本種榴弾を投げるふりをして大将軍の護衛を退けようとするが誤ってヤン警部がピンを抜いて投げてしまい急いで武器庫から脱出するシーンがある。ジョジョの奇妙な冒険第二部戦闘潮流ジョセフが吸血鬼になったストレートに対して使用。 戦国自衛隊戦国時代にタイムスリップした自衛隊の装備の一つとして登場。ニセコイ第75は神風に登場。ルパン三世以アリオストロの城、ミネフジコがクラリスの監禁部屋で白尺の手下相手に使用。脱出路を開くべく窓へも投擲するが窓や壁は大爆使用だったので歯が立たなかった。ジャストコーズ、フラグメンテーショングレネードの名称で登場する。 Call of Duty シリーズ COD アメリカ軍のグレネードとして登場する CODUO アメリカ軍のグレネードとして登場する CODFH アメリカ軍とイギリス軍のグレネードとして登場する c o d にアメリカ軍のグレネードとして登場する c o d に b r o アメリカ軍のグレネードとして登場する COD3 CO アメリカ軍のグレネードとして登場する COD ボーブアメリカ軍の主流弾として登場する。バトルフィールドシリーズ BF1942 アメリカ軍、アメリカ海兵隊、イギリス軍、ソ連軍、カナダ軍の主流弾として登場する。BF1942 SWSAS の主流弾として登場する。BFV アメリカ陸軍、アメリカ海兵隊、グリーンベレー南ベトナム軍で使用可能。 BF1943 アメリカ海兵隊の主流弾として登場する。BF5 アメリカ軍の破片主流弾として登場する。ありがとうございます。